こんばんは。4月17日月曜日、時計の針は夕方6時になりました。今週も夕刊 TV スタートです。メインキャスターの金城玲子です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、週末は皆さんいかがお過ごしでしたか。さあ、ここ沖縄県だけでなく全国的にも気温が上がり、九州の方でも30度近い夏日を迎えています。またここ読谷村も今日は27度まで気温が上がり、春を飛び越えて夏の陽気となりました。さあ、今週はどのような天気になるのか気になるところです。さあ、今日も夕刊 TV 早速参りましょう。今日の一番ニュース、今日の話題です。男子15人制ラグビー日本代表キャンプイン読谷ご紹介いたします。さあ、今朝の琉球新報にも大きく掲載されていました。ラグビー日本代表来県、14年ぶりに沖縄の合宿となります。さあ、ラグビーの男子15人制日本代表は16日、22日開幕アジアチャンピオンシップ2017の出場を前に合宿のため沖縄県ここ読谷村にいらっしゃってます。さあ、2003年名護市以来の14年ぶりです。さあ、取材した様子を皆様にご覧いただきます。 VTR スタート。 Good morning everyone 今起きたんじゃないですね。ようこそ読谷村へ、来ていただきました。ついに、ジャパンが来たということでですね、大変喜んでおります。実は私も読谷高校、琉球大学、そして、グルククラブ、シーサークラブということですね、16年ラグビーをやってました。で、その後10年ぐらいレフリー、そして沖縄県の県ラグビー協会のレフリー委員長ということでですね、ずっとやっていまして、まあ、現在でも県ラグビー協会のまあ、顧問ということでございましてですね、まあ、読谷で一番皆様が来たのを喜んでるのは実は私じゃないかと思っておりますけど、これまでにもですね、読谷村にゴルフランドリー、サングルブズ、そして、サクラセブンスさんも5回来ましたからね。で、男子セブンス、トヨタ自動、食器等々ですね、いろんな、ラグビーのメンバーが、ここで、キャンプを張っていただいております。特に今回も、直前合宿でここからそのまま韓国に行くということでですね、ぜひ、アジア大会でも、頑張っていただきたいと思います。そして、2019年、2020年の、ワールドカップ東京オリンピックに向けてもですね、読谷村、ワールドカップの、公認キャプチに今、申請してましてですね、ぜひ皆さんの、評価もいただいてですね、2019年の、公認キャプチをですね、勝ち取っていきたいというふうに思ってますので、よろしくお願いします。実はトロジャーズですね、前回ワールドカップの時の出場したメンバーのですね、金文字のサインが入っております。私2年前、還暦を迎えまして、この代わりにですね、うちの副村長からプレゼントされたのがこのジャージで、ちゃんとスコア、刺繍入りのこの3大会のスコアも入っているところでございます。まあ、そういったことでですね、これからも聖蘭学ジャパンが読谷でキャンプを張ってくれることを記念してですね、今回のアジア大会の直前合宿の成功を、記念したいと思います。頑張ってください。Just on behalf of the team, just really like to thank you guys for such a warm welcome. It's nice to be back in Okinawa. It's my third visit to Okinawa. And then some of the players, it's their first time. So thank you very much for that warm welcome. 個人的には3回目の沖縄なんですけども、チームとしてまた戻ってこられて、またこんな素晴らしい歓迎をしていただいて、これより感謝申し上げます。It's nice to be in such a nice place to prepare for our first test match of the year. This squad is the first team that I've selected for Japan in preparation for our big year in 2017. 2017シーズンの第一戦を彼にあたり、私が初めてセレクトしたメンバーたちと大事な準備がここでできるのはとても素晴らしいことだと思っています。We've got a number of experienced players and also some young players that have been selected for the first time, so we're really looking forward to preparing for this test match on the weekend.経験ある選手も若手も混ざっているチームなので、どんないい準備をして素晴らしい試合をしたいと思います。A big part of what we want to do leading into the World Cup of 2019 is to get around to as many places in Japan as we possibly can,
to show what type of rugby that we want to play. And looking forward to Tuesday working with these young kids that are going to come to train. 2019年までにいろいろな土地で日本代表の活動を行い、我々のラグビーを見ていただきたいと考えております。And on Sunday, Sunday is generally a family day, but thanks very much for a warm welcome again and coming out and supporting us. Thank you. 日曜日という休日にもかかわらず、こんなに温かい歓迎していただき、もう一度感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ラグビーの日本代表が沖縄県に、そしてここ読谷村に来られるというのは素晴らしいですよね。やはり村長もラガーマンということで、もう沖縄県ここ読谷村がラグビーで本当に有名な地域となりそうです。さあ、このキャンプですが、皆さん4月の20日木曜日まで合宿が行われます。場所はザンパ岬ボールパークにて、全体練習が午後2時から夕方5時まで行われます。ぜひ多くの皆さん応援に駆けつけていただければと思います。以上、今日の一番ニュースお届けいたしました。ゆうかん TV。 琉球新報先読みコーナー。このコーナーは琉球新報の提供でお送りいたします。さあ、明日の地方面紹介していきます。新緑を感じ、笑顔でラン、塩屋湾一周トリムマラソンの記事が大きく掲載されています。大宜味村の話題です。新緑の塩屋湾を走ろうをテーマに、第30回塩屋湾一周トリムマラソン大会が行われ、大宜味村の塩屋小学校発着点に開催され、約862人が快走しました。こちらはダムや国立公園に指定された塩屋湾を横目に、参加者は地域を駆け抜け、大会の様子を写真で掲載しています。さあ、今回大きく写真が一面に掲載されています。親子で走る姿、子どもたちが駆け抜ける姿、そして子どもさんを肩車して走る姿などが掲載され、またパーランクを叩いて出場者を応援する沿道の皆さんたちのお写真も掲載されています。これはやはり沖縄ならでは、そして地域ならではなのかもしれません。沿道には皆さん椅子を持ってきて、椅子に座った状態で皆さんを応援する姿もなんか温かいような気がいたします。また学年別の3キロコースで5人が1位に輝いた、こちらは小金森ジュニアクラブの子どもたち、この子どもたちの写真なども大きく掲載されています。まあ、新緑の中で、緑を、ね、見ながら、そして、塩屋湾を見ながら駆け抜ける姿、きっと心地よく感じられたのではないかと思います。続いての話題です。綿ブー賞復活、浦添市の話題をご紹介します。にぎやかにテルリン祭、沖縄市戦後の代表と沖縄を代表するエンターテイナーで、2005年に亡くなられた照屋林助さんの功績をたたえる第9回コザテルリン祭が16日中央のパークアベニューで開催され、歌い手約30人、そして歌を愛した林助さんの思いをつなごうと、その歩みや共に過ごした思い出などを綴っています。さあ、その時の皆さんでの集合写真、それらが写真としては掲載されています。さあ、続いての話題です。伊江島は花いっぱい、伊江島の話題をご紹介いたします。22日からゆり祭り、第22回伊江島ゆり祭りが22日から村のリリーフィールド公園で開催、5月の7日までとなっています。期間中は真っ白な鉄砲ユリが会場を埋め尽くし、一面に白い絨毯が広がる予定。園内の世界ユリ花壇には約90品目の色とりどりの 花々が楽しむことができ、多彩なステージイベントも繰り広げられ、村出身のシンガーソングライターの方のライブなども行われる予定です。さあ、皆さんもご存知のように伊江島といえば、このゴールデンウィークのね、ゆり祭り、とてもね、にぎわいを見せることだと思います。
さあこの時間、この時期近くに伊江島ハイビスカス園などもあり、花いっぱいに包まれるのが楽しみとなっています。さあゆり祭りのお問い合わせは実行委員会098-049-2906までお願いいたします。以上琉球新報でした。そして、今日ですね、あの記事が、まだ多分編集中なのではないかと思うんですけれども、今朝の琉球新報に大宜味村で送られるかという紫色のね、とても勝負に近いお花などが掲載されてました。そして読谷村の記事も掲載されていたのでここでご紹介いたします。イペイやっと咲いた、読谷村義馬さんのお宅30年ぶりに花見と掲載されています。義馬清弘さん祖母、こちらの自宅前に植えたピンクのイペイが30年ぶりに開花をしたそうで、義馬さんは3月30日咲き誇るイペイを前にやっと咲いてくれた最高だとお孫さんたちと一緒に喜ぶ姿が写真に掲載されています。さあピンクのイペイは35年ほど前にオリオンビールのキャンペーンで苗木をもらい、家の前の花壇に植えて、それが育ち5年経った頃に一度咲いたが、それ以来咲くことはなかったそうです。さあイペイといえば黄色のね、お花をイメージされますが、これがなんとピンクということです。さあ祖母の近くに行かれた際には義馬さんのお家のピンクのイペぜひ探してみてください。また皆さんからの珍しいお花などもぜひこの夕刊 TV にお寄せいただきますこともよろしくお願いいたします。以上、こちら、明日の先読みにプラス今朝の琉球新報の一部をご紹介いたしました。このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。夕刊 TV いやさあさあ読みラジ。さあ今日の話題です。沖縄島料理花笠。さあ皆さんね、沖縄料理といえば本当にいろんなところで、召し上がることができるんですが、ここ読谷村内にもたくさんの観光客の皆様がいらっしゃるということで、沖縄の島料理いろんなところで召し上がることできますよね。今日は、あの有名な場所の花笠で皆さんにご紹介をいたします。それでは早速 VTR スタート。私は今読谷村の宇佐に素敵なお店がありますので、そちらに足を運んでおります。早速インタビューしていきたいと思います。お名前お伺いしてよろしいですか。はい、私は読谷あお菓子御殿、読谷本店花笠中んだかりと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら花笠、はい、どういったお店になってますか。店内は古民家風の作りになっており、お座敷もご準備しております。お座敷は12名ぐらい入りまして、全体的には椅子テーブル合わせますと60席ほどございます。はい、そんな花笠レストランですけども、こちらではどういったお料理が食べれますか。おすすめのメニューとしまして、昼はランチメニューで三色丼という、三色丼、はい、三色丼という沖縄の食材を使ったあのお料理をご準備しております。はい、こちらは結構人気だったりするんですか。そうですね、あの観光客のお客様と海外のお客様にも人気があり、はい、よくご利用いただいております。はい、じゃあお値段はいくらぐらいでいただけるんですか。こちらは税込み1530円になっております。はい、そんな三色丼の他にもおすすめのメニューあったりしますか。ディナーのメニューとしまして、はい、ランチでもどちらでもお召し上がりすることができるんですけれども、はい、新馬豚ミルフィーユカツ丼。おお、ミルフィーユカツ丼、はいはい、そちらとあと新馬豚丼も、うん、ご準備しております。こちらも結構注文多かったりする商品なんですかね。そうですね、あの外国のお客様、韓国の特にお客様が、はい、たくさんご利用いただいております、はい、こちらあのお菓子御殿のお隣っていうこともあって、はい、結構な観光客とかいらっしゃるんじゃないですか。そうですね、ゴールデンウィーク、あと夏休み、冬、はい、休みなどのこの休み期間中は結構混雑することもあります。はい、こちらはお店自体はランチから開いて、まあ、一旦閉めてまた夜までということなんですけども、営業時間
聞いてもよろしいですか。はい、営業時間はランチタイムが11時から15時の15時ラストオーダーになっています。でディナータイムが17時から21時ラストオーダーになっております。はい、最後に、場所そして、改めて営業時間お問い合わせ先番号よろしくお願いいたします。はい、場所は残波岬に向かいますと左手に大きな花笠が見えてきます。でそちらがお菓子御殿の本店となっており、とそちらの敷地内に花笠がございます。で花笠を目印にお越しくださいませ。電話番号ですかね、はい、電話番号が 098-958-7333 になっております。はい、最後になりますがラジオをお聞きの皆さん、そして映像をご覧になっている皆さんにコメントいただいてもよろしいですか。あ、はい、地元のお客様に喜んでいただけるレストランを目指してスタッフ一同お待ちしております。はい、今日はですね読谷村の宇佐にお店を構えます花笠にお邪魔いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ観光客の皆さんだけでなく地域の方々に愛されるお店というのは素晴らしいですよね。私がちょっと気になったのは島豚ミルフィーユ丼がちょっと気になりました。ぜひね皆さんもう一度こちら花笠の方に足を運ばれて美味しい沖縄島料理召し上がってくださいね。以上今日は沖縄島料理花笠をお届けいたしました。観光情報番組読谷ラジオは毎朝9時紫村サテライトスタジオから生放送でお届けいたします。明日もお楽しみに。夕刊 TV FM 読谷インフォメーション、今日の話題です。国道58号ストリートライブアットシナジースクエア開催決定。さあどんなものか皆さんにご紹介いたします。さあ皆さんご存知のように国道58号大湾に昨年4月27日にオープンしましたシナジースクエア、こちら1周年を記念してなんとストリートライブを開催することになりました。5月3日水曜日朝10時から夕方5時までシナジースクエアの敷地内となっています。さあこちらでは11時から1時まではユンタンジャ出番ですよとシエスタ読谷 FM ランチを一緒にした2時間の特別番組を予定しています。そして午後からはストリートライブを予定していますが、現在このストリートライブ皆さん出演者を募集しています。プロ、アマ、年齢などは問いません。出演料は無料、原則先着順となっています。ぜひ皆さん詳しいお問い合わせはシナジースクエアのホームページをご覧ください。そして私たちは会場の様子をインターネットで生中継いたしますのでこちらもお楽しみに。以上シナジースクエア情報をお届けいたしました。さあ続いてです。おめでたいからこそ目立ちたい第7回新道映画祭チケット発売中です。さあ皆さんもうね今日も買いに来られたお客様もいらっしゃいました。予約もね少しずつなんですけれども増えてきていてチケット200枚しかありません。席に限りがありますから皆さんぜひ買ってください。そしてですね今日は可愛い FM 読谷のスタッフ2人から皆さんにメッセージがあります。それでは早速 VTR スタート。おめでたいからこそ目立ちたい第7回新道映画祭いよいよ本戦です。はい、4月29日、はい、土曜日、そう土曜日、はい、土曜日に本戦が開催されます、はい、ぜひ皆さんぜひ残波岬ロイヤルホテル、はい、はい、開催しますぜひ遊びに来てください。ちなみに料金いくらですか。料金前売り2500円、正解。次は、はい、本番次は当日は当日は3000円で500円増しなので、はい、ね、ということなので前売り券が安いですので、はい、ぜひ早めに予約をして、はい、チケット購入していただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、お待ちしてます。はい、楽しそう。もうクイズ形式でね2人でやり取りをしていましたけれども、さあ2人も参加しますよ新道映画祭。私たちスタッフも全員で頑張りますのでぜひチケット、お買い求めは FM 読谷までお問い合わせください。以上 FM 読谷インフォメーションでした。夕刊 TV まだまだ続くと
はとことん読みとん、しっとこ読みたんです。最初の話題です。スポーツ情報から。第52回読谷村総合体育大会結果、男子バスケット公式テニス、皆さんにご紹介いたします。さあ、男子バスケットボール優勝は大添太京の皆さん、おめでとうございます。さあ続いて準優勝波平太京、おめでとうございます。さあ続いて公式テニス優勝は義馬太京、おめでとうございます。そして準優勝は高潮太京です、おめでとうございます。写真は読谷村障害学習課よりご提供いただいております、ありがとうございました。さあ続いての話題です。村内情報、振り込み詐欺防止の呼びかけです。さあ皆さん騙されないでください。最近は特殊詐欺がすごく増えてきています。こんな言葉は詐欺です、ということで朝のイモーニングでも皆さんにもご紹介していますが、市役所やまた警察、さまざまなところから悪質な詐欺まがいが今続出しているんですけれども、皆さんもね騙されないでください。さあ直接今日は皆さんに呼びかけがありますのでご紹介していきたいと思います。さあそれでは早速 VTR スタート。皆さんこんにちは、嘉手納地区防犯協会から参りました副会長の山内悦子と申します。今日はですね、年金の支給日ということで、嘉手納警察署そして防犯協会ともどもにですね、啓発活動ということでですね、今日はユンタ市場の方に来ております。なぜかと申しますとですね、最近はちょっと振り込みの詐欺事件が多発しておりまして、私たち、防犯協会としてもその被害を少しでも防止していけたらなということでですね、嘉手納警察署とも相談しながらですね、いつも啓発活動に取り組んでいます。はい、ありがとうございます。今日は詐欺の対策のことについて少しお伺いしたいんですけれども、はい、まずどのように対策をすると詐欺の被害に遭わないか、詐欺の被害に遭わないためにはどのような対策をしたらよいのかっていうのは少し教えていただけますか。はい、わかりました、はい、被害防止対策といたしましてですね、はい、私たちの方では知らない人や顔の見えない相手とお金の話はダメということですね。はい、なるほど、はい、なるほど。それからですね、はい、不審な電話は、はい、最寄りの警察署または警察安全相談9110へ相談してくださいということと、はい、それから非通知でかかってくる不審な電話を防ぐために、うんうん、携帯電話の機能で非通知着信拒否の設定をしましょうということをですね、被害防止対策の一つとしてさせていただいております。はい、皆さん騙されないでください。現金の取り扱いなどは窓口で相手と直接面接してやり取りをしましょうということで、皆さんへの呼びかけでした。さあ続いての話題です。読谷村健康増進センター新プログラム、本日よりスタートです。新しい平成29年度第1期4月17日から7月22日までスタートとなります。さあ朝ヨガやフィットネスダンス、ズンバなどさまざまなものがありますので、ぜひ皆さん健康を考えて行ってみてください。詳しいお問い合わせは健康増進センター982-9100までお問い合わせください。以上、健康増進センター情報でした。このコーナーでは皆さんからの動画メッセージ募集しています。 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp 以上、とことん読みとん、しっとこ読みたんでした。ゆーかん TV。 さあお届けしておりますゆーかん TV、 続いては読谷交通情報です。さあレオンカメラの様子、さあ今から帰宅ラッシュの時間となります。車が上下線ともに混雑してきますので、皆さん安全に走行をお願いいたします。続いてラジオでも放送しています。平日朝7時30分、
夕方5時45分からお届けしております。以上、読谷交通情報でした。夕刊 TV、 みんなのお天気希望。さあ、明日の希望する天気、皆さんからご紹介いただいています。さあ、いろんなね、皆さんのお声をいただきながら、ちょっとクスクスっと笑ったりする、そういった場面もありますので、今日もご紹介いたします。 VTR スタート。総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、新2年生になります大橋ゆいかです。この子は相棒のうさぎです。はい、私は将来はと人に求められるような声優になりたいと思っています。歌でも演技でもステージでも、いろんなところに活躍できるような声優になりたいです。そんな私の希望する天気は雨です。なぜかと言いますと、沖縄は最近雨が少ないですよね。実は私、自称雨女なんですけども、そんな沖縄に貢献できるような雨を降らしたいと思います。さあ、雨を降らせてくれるそうです。ということで、なんとなく私の勘ですけど、今から雨が降りそうな気がいたします。予感的中かな。さあ、続いては天気予報です。本日夕方5時、沖縄気象台発表天気予報。まず天気概況からです。本島地方の沿岸の海域では、今夜夜遅くから波が高まる見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してください。また沖縄本島地方では明日の昼前まで落雷や突風、急な強い雨にも注意してください。続いて中南部のお天気です。南西の風やや強く曇り、夜は雨、ところにより夜遅く雷を伴い激しく降るとなっています。波は 2メートル、後 2.5 メートルの高さです。船舶の皆さん、十分お気をつけください。続いて今夜から明日の天気です。今夜は曇りのち雨、明日は雨のち曇りとなっています。洗濯物は控えた方がいいかもしれないですね。最後に読谷村に出ている注意報警報です。現在波浪雷注意報が出ています。皆さん、お気をつけください。以上、天気予報でした。夕刊TV。さあ、お届けしてまいりました夕刊TV。今からね、雨が少しずつ降ってくると思います。路面が大変滑りやすくなっていますので、皆さん車間距離をしっかりとって、またね、急ブレーキ急ハンドルにならないよう十分お気をつけください。さあ、明日もまたこの時間にお会いいたしましょう。それでは皆さん、また明日。プレゼンティッドバイウィンズ池原建設。涙がこぼれた日も、間違いただせずいた日も、光を灯せば聞こえ